アフリカ開発会議、アフリカ開発会議、アフリカ開発会議、英語名、東京インターナショナルコンファレンスオンアフリカンデベロップメント、アフリカ開発における東京国際会議、通称 TICAD は日本が主催するアフリカの開発をテーマとする国際会議。日本政府が国際連合、アフリカのためのグローバル連合を 世界銀行との共催で開催する。1993年に初めて開催された TICAD 閣僚レベル会合なども経て、2013年までは5年ごと、それ以降は3年ごとに会議が行われている。略称は TICAD だが馴染みが薄いため、外務事務次官のヤブナカ32は日アフリカサミットと呼ぶよう提唱している。 1> 第1回アフリカ開発会議は、1993年10月5日から10月6日、東京都で開催された。外務省政務次官の東ずま蔵が、共同議長を務め、アフリカ開発に関する東京を宣言を採択した。第2回アフリカ開発会議は、1998年10月19日から10月21日、東京都で開催され、 東京行動計画を採択した。アフリカ開発会議閣僚レベル会合は2001年12月3日から12月4日東京都港区で開催された。外務大臣の田中真紀子が開会式、閉会式などで議長を務め議長声明を発表した。この会合以降、世界銀行が共催者に加わった。第3回アフリカ開発会議は 2003年9月29日から10月1日、東京都で開催された。衆議院議員の森吉郎が議長を務め、DICAD10 周年宣言を発表した。内閣総理大臣の小泉純一郎は、会議のため来日した23カ国の首脳全員と、個別に会談したが、スケジュールが過密だったため、こんなに疲れたのは初めて。もうこりごりだと感想を述べた。 アフリカ開発会議のアジアアフリカ貿易投資会議 TICAD アティック TICAD アジアアフリカトレードインベストメントコンファレンスは2004年11月1日から11月2日東京都港区で開催された内閣総理大臣補佐官の川口純子が議長を務めアジアアフリカ間の貿易投資促進のための政策に 関する TICADNEPAD 共同枠組みへの署名がなされた。アフリカ開発会議の平和の定着会議は2006年2月16日から2月17日、エチオピアのアディスアベバで開催された。外務副大臣の塩崎康久が全体議長を務め議長総括を発表した。アフリカ開発会議の持続可能な開発のための環境とエネルギー。 閣僚会議は2007年3月22日から3月23日、ケニアのナイロビーで開催された。外務副大臣の岩谷武氏が全体議長を務め、議長総括を発表した。第4回アフリカ開発会議は2008年5月28日から5月30日、神奈川県横浜市で開催された。内閣総理大臣の福田康が議長を務め、 横浜宣言や横浜行動計画を採択した。会議では日本の途上国支援策への歓迎とクールアース推進構想への評価がなされ、食料を価格の高騰への懸念が示された。福田康夫は会議のため日本を訪れた40人以上の首脳と個別に会談し、レアメタルなどの資源確保や常任理事国改革について日本への協力を要請した。 また、十カ国委員会との首脳会談を始めていった。それらの会談が行われている間は、衆議院議員の森吉郎が、議長代理を務めた。神奈川県庁森林課の試算によると、出席者が登場する、航空機、会場の照明や空調などによるに、酸化炭素発生量はおよそ1万1300トンと見積もられている。神奈川県庁では植林など、 森林整備を新たに行うことで排出量を総裁し、会議による二酸化炭素発生量を事実上をゼロにするとしている。各国の首脳に対し、市村はじめ品運動の紹介も行われた。会議に合わせ、第1回、野口秀夫アフリカ賞受賞式が横浜市で行われ、ブライアン・グリーンウッドとミリアム・ウェレに大し同賞が授与された。 第5回アフリカ開発会議は2013年6月1日から6月3日、神奈川県横浜市で開催された。会議にはアフリカ54カ国のうち51カ国が参加し、うち39カ国は首脳が出席した。議長は安倍首相が務め、安倍は国際機関の要人も含めて約50の首脳会談を行った。会議では 横浜宣言2013および2017年までの支援方針を示す横浜行動計画が採択された横浜宣言2013ではアフリカ大陸を世界成長の原動力に変容させることを目標として K アフリカに対する支援の原則として非支援国の意思を尊重するオーナーシップと国際社会のパートナーシップを強調しすでに アフリカ支援で先行しているが、現地の産業育成につながっていないとの批判もある、中国との差別化を図った。具体的には、現地の日本企業で働く、人材3万人を育成するなど、インフラ整備や農業開発などの支援による、民間セクター主導の経済成長を促し、貧困の解消と幅広い中間層の創出を目指すとした。援助から投資へを目指す。 この会議で、安倍は21世紀半ばにかけて、世界の経済成長の中心になるであろうアフリカへの投資の重要性を訴え、この後5年間で3兆2000億円の資金、内オーディエが1兆4000億円を官民共同でアフリカに出資すると表明した。またインフラ整備に6500億円の円借款を供与するとした。また安倍は、 アフリカの成長にはまずテロ対策などによる治安安定必要だとした上で同年1月に起きたアルジェリア人質事件を踏まえ日本としては南スーダンでの PKO 活動やソマリア沖での海賊対策に取り組むと述べた第6回アフリカ開発会議 t i c a d バイは2016年8月27日から翌28日にかけてケニアのナイロビで開かれたこれは 初のアフリカ開催であり、開催間隔も5年ごとから3年ごとに短縮された。会議には、アフリカの53カ国のほか、関係する政府、地域機関、民間セクターなど約1万1000名以上が参加した。安倍首相は、共同議長として参加した。会議の締めくくりに採択されたナイロビ宣言では、将来の世界経済におけるアフリカの重要性を確認した上で、 以下の3点が述べられた。またすでに経済、外交の両面で、アフリカと密接な関係を構築している中国を念頭に、雇用創出につながる質の高いインフラへの投資、3年間で総額約3兆円を推進するとし、同じく中国の海洋進出を念頭に、国際法の原則に基づくルールを基礎とした海洋秩序を維持することの重要性を強調するとした。 また、日本の常任理事国入りを見据え、国連の安保理改革についても言及した。安倍首相は、記者会見で、日本は、今回の合意内容を確実に実行し、官民を挙げて、アフリカの発展を支援していくと強調した。一方、中国外務省は、この会議について、日本は、アフリカ各国に、自らの考えを強要し、地理を追求して、 中国とアフリカの間に揉め事を起こさせようとしたと批判した。会議と並行して日本企業84社が展示会に出展し、22の企業、団体がエネルギー、人材育成、疾病対策などの分野でアフリカ側と73件の覚書、MOU を締結した。アフリカ開発会議閣僚会合は、 2018年10月6日から10月7日、東京都港区で開催された。外務大臣の河野太郎が、開会式、閉会式などで議長を務め、議長声明を発表した。河野外相は、記者会見で、同年9月に、日中両政府が、一帯一路に基づいて、第三国でのインフラ協力を行う、官民合同委員会を設置したことを念頭に、 アフリカで質の高い国際標準に合致するプロジェクトあれば日本と中国が協力してやる可能性は大いにあると述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。